月8。はい、皆さんこんばんは。はい、始まりました。アクトレスガールズマンデーナイト月8ということで、本日スタジオより元気いっぱい、メイン MC を務めさせていただきます。本間たいです。イエーイ。はい、ですね、本当についさっきまで、舞台の稽古をやってそのまんまで来たので、めちゃめちゃ声の出がいいです。すごく、腹から声が出ちゃってる感じなんですけども、今日もね、50分間皆さんと楽しく過ごしたいと思いますので、まずは、月8といえばということで、本間たいのオープニング動画を見ていただきます。オープニング動画、どうぞ。ありがとうございます。本間さん暴れておりました。ありがとうございます。ヒュー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 となっておりますが、はい、今ちょっとね、怪我をして、リングの上で暴れることをちょっと、控えさせていただいて、控えさせるっていうの言葉もおかしいですけども、ちょっとの間ね、欠場を今してるんですけども、昨日ね、おとつい昨日と、アクトレスガールズのビギニング大会、そして大阪アクトレスガールズ大阪大会がございまして、実際に怪我をしてからホーム大会で多分動いてるって言ってもおかしいけど、生で歩いたり喋ったりなんか結構わーってなってる本間を、生の姿で届けられたのが、ホーム大会として届けられたのがおとつい時のだったので、ちょっと詰まりました。飲みます。大丈夫です。あー、美味しい。はい、で、だったので、実際にね、生きてるというか、まあ、生きてるんですけども、活動いっぱい、活力いっぱいの、本間を見ていただいて、その姿を見て、ちょっとは安心していただけたんではなかろうかと思っております。まあ、今日のね、ありがとうございます。このね、月8の、スタジオ放送でも、まあ、今日のね、声を聞いていただけてもわかるように、本当に怪我以外はめちゃめちゃ元気で、気持ちもめちゃめちゃマックスに、強くなっておりますので、まあ、この後のね、まあ自分舞台を控えてたりとか、アクトレスガールズの大きなビッグマッチがあったりとか、いろんなスケジュールが決まってる中で、皆さんすごく楽しみにしていただきたいなっていう、思いをこの本間の姿で、まあ、昨日おとついとね、会場に足を運んでくださった方々はさらに、伝えられたんじゃないかなと思っております。それで、今後のね、舞台だったりとか、ビッグマッチについてのスケジュールをちょっと皆さん何回も見てるけどね、もう毎回見るよ。一緒に見ましょう。ドゥドゥン。はい、お願いします。画像。はい、ありがとうございます。すごくね、遠いですけどもね。こちらですね、アクトレスガールズの公式のツイッター、なおかつホームページにですね、詳しく載っておりますが、今日のアクトレスガールズの公式のツイッターより発表されましたね。8月13日が、まあ、ビッグマッチがあるんですけども、その後の21日の大会だったりとか、大阪の大会の発表も、公式の、ツイッターから発表されております。それもね、含めて、ちょっと、皆さんとスケジュールを確認していきたいと思います。10、11、おとつい、昨日ですね。はい、おとつい昨日と、ビギニング新木場大会がありまして、アクト大阪大会がございまして、次です。一番近いのが、7月18日、日曜日、カラーズ新木場大会。こちらがですね、私はアクトレスガールズのビギニングの所属なので、カラーズの大会には出場しないことが多いんですけども、時々ね、ビギニング選手が参戦したりもするんですけども、基本的にはカラーズ所属のメンバー、そして、参戦選手で、大会を行うという形になっておりまして、この日がですね、カラーズ所属の清水光選手の5番勝負の4番目が、そして発表されました水波選手ということなので、すごく楽しみだなと思っております。私も、もし会場に行けたらちょっと行こうかなと思うぐらい、他のカードもすごく楽しみ、ね、どんなカードになるのかもすごく楽しみだし、清水光選手の、5番勝負も、4番目ね、すごく楽しみなので、ぜひ皆さん、チケット受付しております。7月18日、カラーズ新木場大会、お昼ですよ。お昼です。なので皆さん、日曜日のお昼は新木場にアクトレスガールズを見に来ていただけたら嬉しいです。そして、7月25日ですね。まあ、約1週間後だ。ちょうど1週間後ですね、に、アクトリングという舞台ですね。こちら、エンターテインメントをやらせていただいております。こちらがですね、舞台なので、昼、夜の公演となっております。今日ね、ちょうど、そのアクトリングの本稽古っていうんですかね、今までは、まあ、トレーニングだったりとか、いろんな、体の方のトレーニングはずっとやってたんですけど、本格的にお芝居の稽古が今日から始まりまして、台本をもらって、本読みして、ちょっと立ってとかいう稽古をやってきたんですけど、まあ、お腹を抱えて私は笑いました。本当に痛くなるぐらい笑ったんですけども、これで、ね、初めての本読みとかでこういう状況になるっていうのはやはりすごく面白いし、本当に見どころ満載だと思いました。いろんなチームが出てくるんですけども、個性が強すぎて、そのチームのだから本当に気持ちがいろんな方向にバンバン持ってかれる。そして演出もすごくこだわっていただいておりますので、それをしっかりとね、私たち演者が皆様に届けていけるように、この25日まで、ね、トレーニングにプラスされたお芝居の方の稽古も、ガツと攻めさせていただきまして、こちらの本番を迎えたいと思います。こちらが舞台なので、昼夜だ街ソワって言うんですけど、街ねソワネって言うんですけども、まあ、お昼がありまして、夜、公演がございます。場所はね、新宿フェイスとなっております。こちら、もう一個画像があるので出してもらってもいいですかね。アクトリングの、ちょうど、フライヤーみたいなのを、あります。アクトリングっていうので、用意させていただきました。ツイッターとかにもね、上がってるんですけども、目じゃない。喉乾くね。はい、ありがとうございます。こちらですね。これまでにアクトリングはプレ公演を、3回、まあ、再演とか合わせると結構やってるんですけども、3回やっているんですね。なので、皆さんが知っているチームは、3チームはもう全員、まあ、キャラクターだったりとか、そのキャラがどんな、まあ、性格だったりとか設定だったりとか、どんな衣装なのかとか、どういう背景のもとにこの人たちは戦っているんだとか、そういうのがね分かっているのが3チームあるんですが、それに加えて違うチームが出てくるということなので、詳しくはですね、アクトリングの公式のツイッターもございますので、そちらにちょっとだけまだ出ていない3チームのちょっとだけ、キャストさんが紹介されてたりしますので、ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。私がですね、葉隠れっていうチームの、まあ、リーダーをやらせていただくんですけども、そちらね、ゆくゆくまたちょっと振り返させていただこうかなと思っております。ありがとうございます。もう一度スケジュールに戻っていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、で7月、25日のね、この昼夜と大きな舞台を終えますと来ました。8月13日アクト後楽園ホール大会ビッグマッチです。はい、なかなかね、後楽園ホール大会となりますと、年に何回かでしかできないという、ビッグマッチ。まあ、これに、大体タイトル戦が入ってきたりとか、何か物語が動くっていうことが結構多々あるんですけども、もちろん私が持っているこの AWG 初代タッグのベルトのタイトル戦も決まっております。私たち王者スパイスアップですね。こちらの月8にも2回ぐらい、2回も来てるね、パートナー尾崎舞香選手と、パートナースパイスアップに挑戦する、王者に挑戦するのが、掛美久、ビギニング所属の2人ですね。青野美久選手、関口翔選手が、掛美久というタッグなんですけども、まあ大本命でしょうね。こちらの2人が、この、タイトルタッグに挑戦するということがもう公式から発表されておりますので、私も必ず後楽園ホールに立って、このベルトをマイカと一緒に、防衛したいと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん後楽園ホールよろしくお願いします。イエイ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 。はい、そしてですね、7月18日カラーズの新規バーがありますけども、こちらで今ただいま5番勝負をしている清水ひかり選手とお伝えしましたが、そちら、5番勝負を終えて6番目の相手、4番目が18日かやって、5番目一番最後をの挑戦になるのが、カラーズの代表である咲選手。そして咲選手は、アクトレスガールズのシングルチャンピオンでもあります。なので、5番勝負で一番最終大将が出てきた5番目に勝負して、なおかつそれがタイトル戦となっているという、すごく光にとってもチャンス、カラーズにとってもチャンス、アクトレスガールズにとっても歴史が塗り替わるチャンスとなっておりますので、ぜひタッグのタイトル戦、そして、シングルのタイトル戦もこちらの8月13日のビッグマッチで組まれております。こちら2つとも決定しておりますので、ぜひぜひ皆さんご予約受付中なのでよろしくお願いします。はい、そして、先ほど言いましたね、8月21日こちらまだ空白なんですけども、公式のツイッターから発表されました。こちらアクト大会となります。アクト大会、8月21日後楽園ホール大会の後をそれを終えた後のホーム大会ということなので、土曜日のお昼となっております。いろんなことが動いてる、まあ、私たちはもちろん防衛してる、シングルはどうなってるのかわからないですけども、その続きだったりとかいろんなことが動いて、そして8月13日に、五十嵐直選手は引退卒業をされるので、その後の、まあちょっと雰囲気もちょっと変わったアクトレスガールズを、皆さんに届けることにはなると思うんですが、こちらが発表されております。こちらのチケット予約はまだ開始しておりませんが、公式のツイッターに詳しく載っておりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、なんだろう、いっぱい喋ったからかな、稽古ですごく喉が渇く。ちょっと声でかいですか？大丈夫ですか？大丈夫ですって言ってくれ。いつもよりもね、やっぱちょっと声の出がいいですね。もう朝から結構活動ガンガンしてたっていうのもあるんですけども、暑かったしね、今日ね、なったんですけども、でもその分、めちゃめちゃ喉かかる。私今日、ペットボトル何本目 ?4 本目。あ、でも普通か2リットルだから普通かもしれないですね。でもまあ今ねすごく暑くなってきてるので、皆さんも水分補給をしっかりとしましょう。宣伝してるみたいですね。はい、ということで今日はまあ一人なので、いつもね、ゲストさんがいると最後時間が結構足りないということがあるんですけど、まあ一人でもちょっと足りなくなるとは思うんですが、ガンガン進めていきたいと思います。先ほどね、お話ししました、アクトリングに関してなんですけども、画像がまだあるんですけども、さっきの3枚目かな出していただいて、キャストさんのね、発表が、ありがとうございます。こちらですね。アクトリング、昼、夜ですね。正式にここに女優さんの名前が、上がっております。でもね、役柄が発表されてたりするのはまた違った画像でもあるんですけども、で、これに対して、追加キャストさんも続々と発表されております。それで、こちらがですね、アクトリング舞台なんですけども、アクションシーンというものがございまして、そのアクションシーンは昼、夜で、キャストさんが変わります。なので、でも全員出ます。夜もお昼もお芝居シーンに、ここに載っているお名前のキャストさんは、全員出ます。ただし、お昼のみですとか、夜のみですって書かれているキャストさんを除いて、こちらに記載されているキャストさんは、昼も夜も全員出演いたします。で、アクションシーンに関して、昼の人がいたり、夜の人がいたりっていうのが変わります。なので、先々週に、私のね、チームでもありますし、女優さんでね、福田麻也さん、まあ、昨日、先々週にゲストで来ていただいた。はい、何でしょうか。何かが届きました。はい、なんか今ね、幻の天の声さんが聞こえましたね。私の、イヤモニに。大丈夫です。はい、マヤが、ゲストに来てくれたんですけど、マヤもね、出てくれるということなんですけども、マヤは、アクションシーン、これで見るとお昼だったりとか、いろいろ、ありますので、まあね、両方とも、お昼、夜、変わりますので、一番のおすすめは、お昼も夜も見に来ていただけることだと思います。本当にね、面白いよ。今日台本読んですごく楽しみなのが、増した。ほんと、めちゃめちゃ遊ばせてくれるし、こんな楽しい、現場、久しぶりだなって思っております。すごく自由に、やりたい放題やらせていただいております。いや、私たちのチームが特に、なんだろうね、役者名医に限るっていうんですかね、すごいいろんな今まで培ってきた、学んできたものの引き出しを全て使いたくなるような脚本でした。ですね。はい、で、もう一枚画像ありますかね。はい、ありがとうございます。こちらがですね、私がリーダーをさせていただいております。葉隠れという、忍者のチームになっております。で、私がですね、この、まあ、真ん中にドンってね、ザ・リーダーみたいな権力をかざしていますが、この、葉隠れ忍という役を演じさせていただきます、私はですね。今まで、アクトリングに、出演させていただいていたんですが、今までは、本間太栄役を演じる本間太栄で出演させていただいておりました。キャラの、役どころじゃない、本間太栄が本間太栄を演じるというちょっと特殊な役どころだったんですけども、だけどこちらの本公演に関してはもう完全に、キャラクターを演じさせていただいて、こちらのね、葉隠れというすごく愛くるしい、でも問題児ばかりの葉隠れチームをねやらせていただいてるんですけども、先々週ゲストにね、来ていただいた、この福田麻也ちゃんもね、ちょっとだけビジュアルが出てますが、この子はね、ちょっと青をイメージした感じなのかな。これ読めますか皆さん、この役名。ねえ、読めないでしょう。私のツイッターを見てください。はい、そしてですね、その横のね、西田薫子さんも、少しだけビジュアルを公開しておりますが、可愛いです。そしてすごくこの2人もね、アクションシーンのためにずっと、練習をしていて、でね、今日もね、お芝居をやったんですけども、まあ、もともとね、お芝居をされてる方々が多いので、アクトリングは。まあ、あとはね、映像だったり舞台だったりってちょっと違うんですけども、やっぱり舞台をね、経験されてる方が多いので、まあ、稽古場がね、なんて言うんだろうね、力量の見せ合いじゃないけど、あ、そんなことしちゃうの？じゃあ私もこういうことしちゃうよみたいなっていうのがすごく楽しかった。ほんとなんか、うわー、役者の刺激をすごくもらえるなって思えた時間だったので、これからの稽古もますます楽しみだし、これがね、相乗効果でいろんなチームがそういうことをわわわわってやり始めて、アクションシーンがバチッと決まれば、とてもとても素晴らしいエンターテインメントを25日に皆さんに届けられるんじゃないかなと思っております。特にね、葉隠れはちょっと異色のチームなのでもうね、名前からしてすごいなって思うと思うんですけども、ちょっと設定もね、ちょっとぶっ飛んでる、ね、忍者なんだけど、忍びたいけど忍べないらしいので、うちらはどういうことっていう感じなんですけども、でもそれがすごくいろいろ伝わるんじゃないかなっていう脚本になっていたので、楽しんでいただけたらなと思っております。こちらもね、随時チケット予約開始しております。場所がね、新宿フェイスといって、リングを劇場として使わせていただいておりまして、なので、でもまあ360度席がございますので、まあ、どこからでも見えるっていうのがあるんですけど、やっぱり、リングに近い席が一番見やすい、いろんな人の表情も見えるんじゃないかなと思いますので、もうね、やっぱりリングの近くの席がほとんどなくなってきておりますので、昼も夜も、ぜひ、体感していただきたいなと思いますので、見に来てください。もしね、自分の推しのね、キャストさんがいらっしゃる方は、ぜひ、扱いの時に、扱いっていうね、チケット予約で記入するところがあるんですけども、その扱いにおすすめ推しのキャストさんを入れていただくと、そのキャストさんは大変喜びます。なのでぜひ推しを入れていただく。もしいらっしゃらない、推しおらへんねん、誰でもええねんって思う方は、葉隠れの誰かを選んで予約してください。全員出ます。葉隠れ6人全員出ますので、すごく嬉しいです。ね、プレ公演やってないのに、全員出演するっていうのは、すごく葉隠れはありがたい、なと思っておりますので、ぜひぜひ、推しがいないよっていう方は、この中の6人から、会ったことがなかったとしても、役名的にこいつがいいみたいな感じで選んでくれて、扱いキャストさんのところに入れて予約をしていただけると、大変喜びます。もちろん、キャストさんが見えます。そしてそのチケット予約がね、そうするとすごくボルテージも上がりますし、今後の活動にも、すごく影響していきます。降りって言っちゃった。言いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、この舞台をやらせていただくっていうことでね、結構前から発表させていただいていたんですが、もちろん後楽園ホール大会もそうなんですけども、ただいまですね、緊急事態宣言が、またやってまいりました。奴らがやってまいりました。なので、稽古場ももちろん、この公演だったり興行だったりトレーニングももちろんなんですけども、こちらにスタジオに来る時ももちろんなんですけども、自分のできる限りの対策、そして、周りの人への対策っていうのは徹底してやらせていただいておりますので、ぜひぜひ、皆さんもね、ちょっと気をつけていただきながら、やはり手洗いうがい、消毒、マスクなどをねしていただいて、あとね、会場に、見に来る方、観戦もそうですし、観覧もそうなんですけども、必ず、検温などをしていただいてっていう、皆さんにね、このご時世なのでね、ずっとお願い事ばっかりが続いているんですけども、またね、この緊急事態宣言というものがやってきた中での開催だったりとか、本番を迎えることになってしまいますので、またね、注意事項などはもろもろ、アクトレスガールズの方からも、お願い事で、ホームページに上げさせていただいたり、アクトリングの方からも上げさせていただいたりしておりますので、ぜひぜひ、何度も本当に申し訳ないんですが、もう一度、ご一読いただいて、一緒に対策をして、日々、生活をね、コロナに負けないように一緒に頑張っていけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、めっちゃ喋りましたね。もう一回飲みます。あ、水分もやっぱ取った方がいいんだって。これはコロナとか関係ないかもしれないですけども、免疫力もそうだし、やっぱりこの粘膜っていうことから、風邪、普通の風邪とか、そういうのとかもやっぱりなりやすいっていうことなので、水分はすごくちゃんと取った方がいいそうですよ。まあ、うがいとかもそうなんですけども、なので、今、月8を見ている方も、必ず水分飲んでね。ああ、美味しい。もうなくなりますよ、私は。きっと、放送終わったらなくなるね。はい、よろしくお願いします。一気に喋ったからちょっと疲れましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもね、本当に、まさかこのタイミングで、奴らがやってくるなんてね、こっちも思っておりませんが、でもね、今のところ、イベント関係に関しまして、自分たちが、関わらせていただいているところに関しましては、何も変わらない状況のまま、皆さんに、お願い事を、再度ご確認していただくという形のみっていうところがございますので、まあ、今後ね、時間変更だったりとか、そういうことは起きるかもしれないんですけども、そういう場合は必ず公式から発表させていただきますので、公式から発表がない限りは、発表させていただいている内容に変更はございませんので、それまでは、その通りの、スケジュールで進んでいくというふうに、思っていただいて構わないですので、皆さんよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ね、舞台の話もね、いっぱいしたんですけども、おとついに、ビギニング、新規模大会がございまして、それでですね、ビギニング大会になったんですけど、まあ私もね、怪我で欠場、そして、ビギニングで、所属している高瀬みゆき選手も、怪我で欠場で、みゆき選手に関しましては、手術を終えたばかりの、入院中だったので、本当はね、会場に、退院してもみんなに顔を合わせたいみたいな意気込んでいてくださったんですが、やはり、ちょっとね、リハビリをもっと頑張らないといけないということで、前向きなね、入院をもっと続けるという形にお医者さんと相談してなったということで、昨日もそうだし、おとついもそうなんですけども、特にね、土曜日に合わせていただいたビギニング大会が、本当にね、私も欠場だし、みゆきも欠場だしっていうこと、人数がすごく少なくて、オープニングもね、少ないと思いながら見てたんですけども、でも、すごく、メンバーみんな頑張っていまして、もうやっぱり、その中だと駆け巡る、のはですね、2017年組って言われる、次の私たちが2015年なんですけども、2016年デビューの子たちがいないので、次の世代が2017年なんですね、ビギニングで言うと。その2017年の、イケイケな、メンバーがすごく引っ張って頑張ってくれたなっていうのと思いましたね。あとは参戦選手の皆様のお力をすごく借りたなっていう興行で、すごく、なんていうんですか、ちょっと感動しちゃったっていうところもあるんですけども、で、ね、入院してたみゆきと、ちょっと初の試みで、挨拶本当はね、本間と高瀬でコーナーやろうぜっていう話をしてたんですけども、ちょっとそれが難しくなったので、でもせっかくね、皆さんにそういうお知らせをさせていただいてて、やっぱり、ね、みゆきが動いてる、喋ってる笑顔のみゆきを見て元気になってもらいたいなと思ったので、初の試みでリモートでコーナーをするということをやらせていただきました。ね、見てくださった方々もたくさんいると思うんですけども、すごいなって、今のこの時代すごいなって思いました。ビギニング大会に関しましては、休憩中っていうかね、そのコーナーの中でやらせていただいたんですけども、本当に、まあちょっとね、タイムラグはあったんですけども、そこにね、みゆきがいるみたいに、そしてね、それを皆さんの表情とか、皆さんの、声とかね、歓声をしっかり届ける。表情は新規版見えないのか。声とかもしっかりとみゆきに届けられるっていう、素敵な、ちょっと試みをさせていただきまして、昨日の大阪大会もそれをやらせていただいて、すごく、皆さんも楽しかったと言ってくださったので、このご時世だからこそ、こういうシステムが多分どんどん進化していったからこそできたものでもあるというのも、ちょっと自分でなんか複雑だなと思いながら感じていた。まあでもそんなビギニング大会なんですけども、私はですね、欠場中だったので、本部席からね、全力セコンドみたいなことをさせていただいたんですけども、その本部席から、めちゃめちゃ結構写真を撮ったので、その画像を、はい。はい、かわいい。こちらですね、オープニングですね。オープニングなんですけども、すごくね、少なかったです。なんか私は、アクトレスガールズのね、旗揚げメンバーなので、6年間、ずっとアクトレスガールズとしてやってきてる中で、すごく最初はね、本当に少なかったです。4人の時とかもあったんですけども、でもやっぱり今はガーって増えて、カラーズと一緒になった時はもうやっぱり圧巻の人数なんですけども、そのカラーズビギニングって分かれた時のオープニングのビギニングがこの日はね、2人もね欠場してるしっていうところだったので、すごく少なく感じました少なく感じましたね。そう、前も欠場してたから3人か欠場してたので、すごく、少なく感じましたね。でも私は本部席に座りながら、オープニングをね、一生懸命多分アレンジしてたね。やっぱり少なかったから。で、この時ね、リンゴアナの新井水香もいなくてですね、なので、すごく、かけるが中心となって、フォーメーションとかを変えたりして、いろんな人に、楽しんでもらえるようなオープニングにちょっと使用してましたね。でもそれが多分練習中はうまくいったんでしょうね。本番でちょっとね、やっぱ天然さんが多いので、ビギニングはちょっと間違える方がたくさんいて、わちゃわちゃしてましたはいそうなんですよ。可愛かった。でもそれがね、でこちらね、私が本部席に座って、カメラでこうやってカシャカシャ撮ってたら、こっち側を向いているね、アミちゃんと、谷桃選手がピースをしてくれるという感じでしたね可愛かったですね。はい、まだあります。ダン、こちら、かけるくんですね。かけるもまたこっち側に来た時に指をさしてイエイってやってくれてますね。このかける、青のかけるが、このねベルトを次期挑戦するタックの、関口かける選手ですね。かけるはすごくダンスがめちゃめちゃ上手です。かっこいいです。映像で見たことある方もいれば生で見たことあると思うんですけど、めちゃめちゃかっこいいです。イケメンキャラですね。はい、ありがとうございます。こんな感じでね、ちょっとレアなね、リモートのコーナーもあって、オープニングもちょっとかけるスペシャルみたいな感じになって、ちょっと特別な大会だったんですけども、いろんなね試合がある中でね、私がすごく笑った試合がございましてですね、次の写真かな。はい、ドン、すごい、おっぱいと思うんですけども、こちらがですね、顔映ってないのがマジちょっとね、どういうことって感じなんですけどこれがですね、顔映ってないんですけども、五十嵐ノア選手、このノアちゃんが、8月13日の後楽園ホール大会で、引退、そしてアクトレスガールズを卒業という、ことを発表されておりまして、なので今ね絶賛引退ロード中なんですよ。で、引退ロードの一発目を私がシングルさせていただいたんですけども、いっぱい引退ロードをやってる中で、この日が、三浦亜美選手、さっきねこうやってイエーイってやってた亜美ちゃんとのシングルだったんですけど、三浦亜美はねデビューして1年経ってないんですけども、すごく、期待のホープって言われてるのかな、すごい他団体さんにも結構参戦していて、一個一個の試合に必ず爪痕を残してくるという、エース的存在なんですけども、その子がチョップをね使うんですよ。そのチョップが私も食らったことあるんですけど、本当にきつくてですね、そのチョップを食らった結果これです。これ試合後だったんですけど、これ本当にめちゃめちゃ痛かったんだろうっていやでもすっごい音がしたので、これね、わかると思うんですけど、コスチュームのところは赤くなってないんですよ。だから、このコスチュームのこのね、こういうラインのところじゃないところは赤くなって耳ずわれになって内出血してますよね、これも。すんごいね、内身みたいな感じ。本当に重いんですけど、でもこれ、またね、ゆくゆく見ていただきたいですけども、ノアちゃんも負けてなかったんですよ。すごかった。本当にね、面白かったし、意地の張り合い、と、あとこの2人が、初めての関わりだったんですね、カード自体が。で、ノアちゃんが引退する前に「誰とやりたいですか?」っていう質問をした時に「アミちゃんとまだやったことがないので、もしできたら嬉しいです」と。で、アミもノアさんとやってみたいですということで、引退しちゃうのでね、もう次ということがないので、もしそのタイミングがあれば。ぜひカードを組ませていただきたいなと思ったところ、このビギニング大会で、見事に、カードを組めたという感じなんですけども。で、うわーってね、初めましてから始まって、引退ありがとうございますみたいな、8月まで頑張りましょうっていう思いをぶつけ合った結果、ノアちゃんの胸がこんなに赤くなると。はい、のあちゃんはね、G カップあるんですよ。おっぱいアタックとかいっぱい使ってるんですけども、G カップあって、まあだから結構、なんでしょうね、おっぱい潰される攻撃がいっぱいあるんですけども、チョブも多分、おっぱいを潰そうと思っていっぱいやったんじゃないかなと思うんですけども、はい、でもこの写真はね、のあちゃんの、G カップの綺麗さプラス、あみちゃんのチョップの威力プラス、そんな威力のあるチョップを、必死に受け止めたノアちゃんの強さっていうのが全部詰まった一枚の写真となっております。はい、撮影者本間タイでございますこれがね、この第3試合終わって、この後がコーナーだったんですね、私と高瀬の。ですけど、この第3試合終わって、まあ、報告じゃないですか。途中報告じゃないですけど、この写真もね、ツイートしたんですよ。まあ、いいね、めっちゃつきましたね。ノアちゃん、様々です。ありがとうございます。はい、なのでね、でも、最後、だからもう、昨日の大阪も、ノアちゃんは引退ロード、だから最後の大阪大会になったんですけども、大阪終えて、次が、だからホーム大会で言うと、もう後楽園ホール大会となる可能性が高いです。まあ、他にもね、他の団体さんとかで参戦で引退ロードを組んでいただいているのもありますので、ぜひ、できる限り、もうね、本当にリングで、戦っているノアちゃんを見ることは8月13日以降はないです。ないので、ぜひ、あと、ほんと1ヶ月、あ、1ヶ月じゃん、ちょうど。今日7月13日。13日、12日、13日、12日。1ヶ月前夜、みたいな感じですね。なので、あ、今日、アミが、あ、違う。来月だ。間違えました。なんでもないです。ということなので、まあ、やっと約1ヶ月ですね。1ヶ月の間に、いろんなところで引退ロードがあると思いますので、そのね、できる限りその全てを見ていただいて、8月13日の後楽園ホールで、みんなで、生で、のあちゃんを笑顔でね、今までお疲れ様でしたと笑顔で、リングを降りる姿を焼き付けていただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。こんなおっぱいのね画像を載せながらこんな真剣なこと喋ってますよここから今月8見た人どないやねんだよね、本当にどういうことみたいな。でも本間さんめっちゃおっぱいの画像、しかもこれ本人に許可なくあげてますはい、もう愛があるからもう本当に素晴らしいと思って、まあ、昨日のね大阪もちょっと私はこの胸を潰すためにねちょっと乳首ドリルとかもさせていただいたんですけども、どんな試合やねんと思うんですけども、またねきっと配信だったりとか、アクトレスガールズネッツに必ず上がりますので、ぜひ皆さん DVD とかね、絶対見てください。はい、ありがとうございます。そしてもう1枚ありますね。もう1枚。はい、ありがとうございます。こちらがですね、一番メインイベントが終わった後ですね、に、この時ね、メインイベントは手前の赤いコスチューム、青野美久選手が、勝利をしまして、さっきね言いました掛けみくと、私たちスパイスアップで、8月13日、必ずベルトを巻きますんでよろしくお願いいたしますみたいなことを言われている最中でございます。はい、私とねマイカはねはっていう顔してますねいやいやそんなことないよ。試合も見てました。かけるとマイカがこの日前哨戦をやっていてバッチバチでしたね。マイカのラリアットが素晴らしかったですね。でありましたし、昨日だと大阪でねミクとマイカが前哨戦をやっているということでバッチバチな、感じですね。やっぱりねもともと決勝戦で私たちスパイスアップとこのかけみくはやらせていただいております。でもそれが、2月なのでそこからだいぶ経ってますね月日は。その時も、強かったですかけみくは、うん、だけど私とマイカはそれよりも強かったです。なのでチャンピオンになっております。2月からね月日が経って影みく確かに強くなってますね。もう見てわかる。みくの自信もついてきてかけるの、実力ももっともっとついてきていて、うん、今まではねどっちかっていうとかけるがガンガン引っ張ってるっていう感じがしたんですけど、今はみくちゃんとかける2人でこのかけみくを盛り上げようという気持ちがすごく出てきているので、一番いい時期なのかもしれないとチャンピオン的には思っていますが、私は、いつもこのスパイスアップに関して思うのは、2人で勝つということを一番強く感じていますので、私の中での揺るがない気持ちは、尾崎舞香がいるから勝てる、本間大がいるから勝てるっていうところですね。なので、結構私が取りに行きますっていう気持ちを強く強く出していただいてるんですが、スパイスアップは、2人で取りに行きますっていう気持ちですね。はい。なので、8月13日どんなことが起きるのか、今まで以上に熱い戦いを皆さんに届けられるんではないかなという確信はある中で、最後ベルトを巻いてるのは、私たちスパイスアップですね。イエイはい。なのでね防衛させていただきましたら、まだね前かもう3度目よどんなに来るねんっていう感じなんですけども、毎回またね、防衛して、2人でこのベルトをまたこのねスタジオに2つ並べるというその景色を、しかも部位を重ねた景色をね、皆さんの月8でお届けできるように、防衛したら毎回を再びゲストに呼びたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、後楽園ホール大会のチケットも、随時予約しております。もしかしたらまた配信とかどうなのかちょっとわかんないですけどね。私たち的にはやっぱやりたいですよね。地方の方だったりとか、緊急事態宣言がある中なので、会場には足を運べないっていう方々もたくさん出てくる場合があると思うので、ちょっと今のところわかんないですけども、私は中継をやりたいなってちょっと思ってます。多分地方の人たちはそう思ってると思うし、やっぱりリアルタイムでね、一番は生がいいよ、そりゃね。でもリアルタイムでやっぱりノアちゃんの引退だったりとか、ね2つのタッグのタイトル、シングルのタイトルも見たいんじゃないかなと思いますので、またねでも中継がある場合は必ず、公式から発表がありますので、私もちょっと祈りながら待ちますので、皆さんもちょっと祈っていただけたり、中継ないかなとかねいろいろつぶやいてくれたら中継入るかもしれないので皆さんの力も一緒に借りてやりたいと思います。今日喋らせていただいたことに関しましては、アクトレスガールズの公式ツイッター、アクトリングの公式ツイッターなどにいっぱい載っておりますので、ぜひこちらも、フォローしていただいて、チェックしていただいて、あとは、アクトレスガールズの YouTube もございます。そちらにですね、いろいろ、なんて言うんだろうね、後楽園ホールへの、意気込みだったりとか、あと、いろんな人のインタビュー、バックヤードだったりとか、そういうものとかも全部、あと、ちょっと面白い、なんかドッキリコーナーだったりとか、そういうのもたくさん見えますので、ぜひ、YouTube も、チャンネル登録、そして、高評価をしていただいて、見ていただけたら嬉しいなと思います。ほんまもね、Twitter やっております。ぜひ、皆さん、フォローしてください。今ね、私はね、1万を目標にしてるんですけども、ただいま、あ、増えてる。9368人。あ、ありがとうございます。イエーイ。すごい、画面に出てた。はい、こちらですね、メキシコ遠征に行った時、アレナメヒコに立った時の写真ですね。イェイイェイということで。はい、キャーありがとうございます。はい、なので、ね、まだまだ1万には届いですが、頑張ります。なので、皆さんぜひフォローしてください。イェイイェイイェイ。ちょっとテンションおかしいね、今日やっぱりね。いやでも、やっぱりね、皆さんがたくさん拡散していただけると、アクトレスガールズとしても、アクトリングにしても、ほんまタエにしても、今後の活動にすごくつながっていきますので、ぜひぜひ皆さんのお力を借りたい、私はビッグになっていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで、最後、もう一度、アクトリングの宣伝しましょうか。日が近いのでですね。はい、はい、ありがとうございます。7月25日日曜日、新宿フェイスにて、昼公演が13時です。はい。で、夜公演が18時となっております。ドゥドゥンということでね、先ほどもお話しさせていただきましたが、お昼、夜ともに、キャストさん、全キャスト出ます。発表されているキャスト、全キャストさん出ます。アクションシーンに関して、昼と夜でメンバーが変わるという、まあ、特集。でも、両方見たらお得だよという形になっておりますので、ぜひぜひ、楽しんでいただきながら、多分ね、好きなチームが、結構人によって分かれると思うので、その中で、まあ、なんかね、このチームやっぱおもろいなとか、このチームいいなとか、チーム違うけどこの子とこの子めっちゃ面白いなとか、この子とこの子好きやなとか、いろんなね、お気に入りが多分見つかると思います。みんな可愛い、やっぱり。女優さん、まあ可愛い子ばっか集めてるっていうのもあるんですけど、女優さんをね、やってる方々とか、まあ、芸能の仕事をやってる方々で、やらせていただくっていうことなので、まあ、アクトレスガールズ自体がそうなんですけども、なのでみんな可愛いですし、そうですね、今日のこうお稽古見た感じでもレベル高いと思いました。稽古の進み具合とかも、あ、めちゃめちゃ面白いなって、もういろんなことやりたいと、お芝居のね、今まで学んできたことだったりとか、そういうのとかを全部フルに使ってやりたいなって思うぐらい、すごく刺激を初日にいただけたので、まああとね、そんなに日にちがないですけども、これを25日にしっかりと皆さんに届けたいと思います。こちらもチケット予約しております。アクトレスガールズの公式にも YouTube として上がってたりするんですが、アクトリングという公式もありますので、ぜひぜひそちらも、よろしくお願いします。ありがとうございます。今までのね、プレ公演の中であった、アクションシーンが、YouTube、アクトレスガールズの YouTube に何本か特別に公開されております。ぜひね、見ていただけると嬉しいなぁと思います。こんな感じかみたいな。でもこれよりも、もっとはちゃめちゃになっておりますのでよろしくお願いします。はい、ということで本日は一人ぽっちでめちゃめちゃ喋りました。今日ね、朝早くから目覚め、まあ、大阪から、帰ってきて稽古行ってみたいな感じだったので、すごく怒涛な一日だったんですけども、おかげでね、稽古を、抜けてのこちらの月8の生放送だったので、私の声がとても大きくなったんではないかなと思っております。このテンションがね、きっと皆さんにも、伝わったんじゃないかなと思っておりますので、スケジュール、皆さん都合合わせて、アクトリスガールズ、そしてアクトリング、生で会いに来てください。楽しみにしてます。またね、来週も、月8皆さんに楽しくお届けできたら嬉しいなと思っておりますので、月曜日8時は見てください。ということで本日もありがとうございました。バイバイ。喋ったね、一人で頑張った。